皆さんどうもこんにちは、アミタです。今日は皆さんにお知らせがあります。大事なお知らせ。まあ、私このチャンネルを始めて3年と、もう4年ぐらい経つのかな。4年は言い過ぎだけど、まあ、3年ちょいぐらい経ちました。まあ、多くの方にね、応援していただいて、なんとかやってきました。まあ、このチャンネルを始めた時、私はアメリカのロサンゼルスというところに住んでたんですけども、まあ2020年の頭ぐらいに帰ってきて、そこからずっと日本で活動して、たくさんの人に応援していただいて、まあ本当にここまでやってこれました。本当にありがとうございました。この度ですけど、まあこの動画が出てる次の日からになりますね。はい、私、アメリカへ行くことになりました。まあ日本でのね、生活本当に楽しかったんですけども、またアメリカで挑戦してきたいと、まあ、そう挑戦したいと、そういう思いをずっと持っていて、まあ、それをね、ついに実行に移す時が来ました。はい、今日はその報告です。今まで本当に応援ありがとうございました。はい、ということで、まあ、こんな感じで固く始めてしまったんですが、まあアメリカへ行きます、明日から。はい、こんな感じ、なんかね、ちょっとね、真面目にふざけてみたんですけども、まあアメリカに行くと、まあ、ただね、別にずっと行くってわけではなくて、今回は3週間ほどアメリカに行くことにしました。はい、そのね、まあ、大きな目的が、まあ、何個かあるんですけども、そのうちの一つが、あのね、 US オープンという、まあ、そういう大会があるんですね。まあ、名前聞いたことある人は何人かいるかもしれないんですけども、日本の外で行われる世界相撲連盟が主催以外の大会では多分最大の大会というね、まあ、そういう位置づけになっています。まあ、オープンっていう通り誰でも出られる大会なんですけど、まあ、過去には世界相撲連盟の主催するアマチュアの大会で優勝、世界チャンピオンに実際になった人がね、何人も出てたりとか、まあ、あとは有名なっていうか、皆さんが知ってるかもしれないところで言うと、現在あの入間川部屋所属の幕下力士の獅子ですね、彼が、まあ、出てたりと、まあ、そういう大会になっています。毎回今100人近く出て、男女出て、まあ、体重別もあるという、そういう大会なんですけども、まあ私アメリカに住んだ時は毎年出ていました。2017年と19年には、まあそれぞれ無差別級と、まあ僕が出てた中量級というので優勝してという、まあ、大会です。まあこの大会についてはね、なんかいろいろ言う人もいたり、まあいろいろあるんですけども、なかなか面白い大会です。まあ私のね、アメリカ時代の、まあなんて言うんだろうな、一番こうベースになっていた大会で、帰国してからは、まあ世界の状況とかね、まあコロナの状況とかでなかなかアメリカにね、行く機会っていうのがなかったんですけども、今ね、海外行きづらいなーなんて思ってる人もいるかもしれないんですけど、実はね、結構行けます。はい、まあ、燃料代とかチケット代は高いんですけども、結構行けると、まあじゃあ行っちゃおうということで、僕も行くことにしました。約3年ぶりのね、参戦になります。僕も20年間相撲やってきて、まあ今もう30になって、結構体力的にはね、まあ昔ほどというわけにはいかないんですが、経験もあるんですけど、それでもね、やっぱりね、いろんな人が出てくる分ね、すごく難しい大会なんですよね。まあ、日本の相撲みたいに、このある程度ね、型があるわけじゃなくて、相手が何してくるかわからない。しかも土俵もマットだし、っていうので、また日本のね、相撲とはかなりこう難しい、違った場所が、ところがあります。まあ僕はね、今年その大会に出場して、2つ階級エントリーします。それがまあ中量級ミドルウェイト、そして無差別級のオープンウェイト、こちらでね、しっかりと勝つために、はい、トレーニングはしてきました。相撲の稽古はね、あんましてないんで、現地でしたいと思うんですけども、昔のね、僕が教えてた道場とかに顔出して、ということで、ね、私明日からアメリカへ行ってきます。3週間、9月の半ばぐらいに帰国予定です。その時にはね、またいい結果が報告できるように頑張りたいと思います。
まあ、またね、あのアメリカに行ってる時とかもちょこちょこで動画上げてると思うので、そこでね僕の様子とかを確認してください。ということで行ってくるので、皆さん応援コメントとかそういうのあったらぜひ書いてください。力になるので。ということで、ね、しばらくの間、まあ、しばらくしても3週間ですけどね、日本アディオスということで行ってきます。